平塚亀広の平塚亀広は、戦国時代から安土桃山時代の武将。通称は平九郎稲葉守る。豊臣秀吉に馬回りとして使え、後に美の国たる異常種となる。関ヶ原の戦いでは西軍に属し、戦死した。平塚氏は三浦氏の一族で平塚里を賜ったことからこれを名字にしたという。関西重修諸家府が乗せる旗本。 平塚氏の家父によれば、三浦試しげが、武蔵区に平塚を領したことから平塚を加盟にしたという。父は、三郎入道無心。豊臣秀吉の中国出陣時、秀吉から歓喜をかぶり浪人になっていた、平塚東蔵が、針間の戦で黒田義隆に陣狩りをし、高倉山城主、福原助治を打ち取る手柄を立て、再び秀吉に仕えたとする話があり、 この平塚東造を、ため広とする。ため広は後に秀吉の家臣として使え、小牧、長久手の戦いや小田原聖伐に参加して、武功を挙げた。天正二十年からの朝鮮出兵にも参加し、比前名古屋城に駐屯した。文禄四年七月、長年の忠義を認められて八千国を与えられた。慶長三年、大醐の花見にも、秀吉の護衛として参加している。 また、同年5月には、筑前に下校した石田三成に代わって、真田信之の取り次ぎも務めている。秀吉死後は、豊臣秀頼に仕え、慶長5年には、身のたるいに1万2000国の所領を与えられ、たるい上場主となる。同年の関ヶ原の戦い直前、徳川家康に対して拒兵しようとする三成を、大谷義継と共に、 さ山城にて還元したが聞き入れられず、西軍に組みすることとなった。伏見城攻めでは軍港を挙げている。後に、吉次に属し北国口の防備に加わり、8月4日には、東軍の前田と品川に備えるために、北の省城に入る。8月下旬、吉次と共に、美野に、南進、9月3日に、関ヶ原の西南の山中村に着陣。9月14日、 ヨシより、戸田勝成と共に、小早川秀明の動向を探り、秀明に裏切りの気配があれば暗殺するように、見つめを受けていたが、秀明に事前に暗殺計画を、察知されたため、叶わなかったと言われている。関ヶ原合戦図屏風に描かれた、平塚溜弘。9月15日の関ヶ原本戦では、ヨシに属して、前園360人を率い藤川の代に、 夫人、裏切った、秀明の部隊を相手に指数度撃退したが、脇坂やスジの裏切りや東道隊、京極隊の攻撃に持ちこたえることができず、壊滅状態になった。ためひろはなおも奮闘したが、山内和ず世の家臣、家臣いた平に撃たれた。小早川秀明の家臣横田こな唐助に撃たれたとも、言われる。死ぬ前に、吉継に、自生の歌を送っている。 樽ル以上非道合戦で、この商兵も打ち死にしたとされる。また、ためひろと同様に怪力で知られた弟の平塚区川は生き取られ、徳川家康の前に引き立てられたが放免されている。昭和15年9月15日、ためひろの子孫である平塚忠史二郎が、ためひろが打ち死にした藤川の地に、平塚ためひろの暴飛を混流した。ありがとうございます。